将軍塚古墳は、和歌山県和歌山市寺内、岩橋にある古墳。形状は、前方公園墳。岩橋線塚古墳群を構成する古墳の一つ。和歌山県北西部、木の川川口部の和歌山平野の岩橋山海に、映像された、岩橋線塚古墳群のうち、岩橋、崎山山頂付近に築造された古墳である。墳形は、前方五円形で、 前方部を正方に向ける。主体部の埋葬施設は、公園部、前方部における横穴式石室角一基。特に公園部石室は高さ4.3メートルと、大型で、岩橋千塚古墳群では、天皇塚古墳に次ぐ規模になる。石室はいずれも洞窟にあっているが、石室内調査において副葬品の一部が、検出されている。以上より、築造時期は、 古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。古墳域は国の特別史跡、岩橋千塚古墳群のうちに包含して指定されている。現在は史跡整備の上で公園部石室が公開されている。古墳の規模は次の通り。公園部石室沿道、原室通路原室。主体部の埋葬施設としては公園部、前方部に、 1> 各一基の横穴式石室が構築されている。石室の規模は次の通り。公園部石室は両袖式横穴式石室で南方に開口する。原室には石棚及び石梁一本を有し、沿道にも石梁を有する。原室床面は沿道床面よりも約20センチメートル低く、瓦石が敷き詰められるほか、排水口が構築される。 また、沿道は扉石2枚で閉塞される。この石室内からは、銀管、水晶性、平玉、ガラス性、小玉、口なし玉、末器、弾じきが検出されている。現在は、石室内部が公開されている。前方部石室では、検出に石棚を有するが、石量はない。この石室内からは、ガラス性、小玉、末器、バグが検出されている。 こちらは現在は公開されていない。ありがとうございます。